本日の試合はインターナショナルカップアジア地区予選、ヨルダン対日本、エスタディオエスコルピオよりお届けしてまいります。解説北澤さん、実況はジョン・カビラです。北澤さん、今日はよろしくお願いいたします。どうもこんばんは、よろしくお願いします。さあ、選手がピッチに入ります。日本国国歌お聴きいただきます。選手ラインナップです。勝者はどちらなのか。さあ、まもなく試合です。インターナショナルカップアジア地区予選、ヨルダン対日本。ヨルダンはこの試合 4-4-2 というシステムで立ち上がりから臨んでいます。そうですね、バランスの取れたシステムですよね、はい。まあ、4-4-2 のフラット型、うん、ダイヤモンド型、まあ、どちらのシステムにしても重要になってくるのがサイドバックですよね。なるほど。まあ、そこがオーバーラップすることによって中央にバイタルができやすくなりますし、うん、中盤の選択肢を増やすことになりますよね。なるほど、サイドバックの上がりが重要ですね。ただダイヤモンド型の場合、はい、トップ下の位置に入る選手が、まあ、サイドの役割もするので、うん、まあ、その場合はフラット型として考えるか、あるいは守備に専念するサイドバックになるのか、まあ、結局はチームによってそれぞれの意図が強く出るフォーメーションですよね。なるほど。長いボール縦へ、瀬川、吉川、フリーで受ける、来た、先制、日本、日本先行します。いやー、これは早いシュートでしたね。コースを狙って振り抜いていった感じですよね。気持ちで打ち込んでいったシュートに見えましたね。これは立ち上がり順調ともいえる先制ゴールです。
いや大きいですねこのゴール。リードしたこともありますけども、ゲームの主導権を握る上では非常に有利な得点と言えますよね。この後も流れに乗りたいですよね。長いボールを送ります。ヨルダンとしては止められちゃいましたけどもね、抜けてくればもうビッグチャンスだったんですけどもね。スルーパスを出す吉川、瀬川、もう一つ前に行きたい、通るのかこのパス、シュートチャンス、クロス低い、どうだシュート、防いだ、縦へのボール、裏に味方を走らせる、シュート来た日本、日本早くも2対0。もう今のコース打たれたらキーパーはしょうがないでしょうね。いや気持ちのいい一発でしたね。おそらく分かっていても止められなかったでしょうね今のは。さあ日本さらに1点を追加し2対0としています。日本としてはこう立て続けですと勢いがありますよね。相手チームメンタル面でダメージ食らったんじゃないでしょうかね。パスを受けて アーチのようなパス、裏のスペースを狙う、このボールに触ります、これはファールです。前半の14分を過ぎたところです。日本この前半序盤で2対0のリードと北澤さんどうご覧になりますか。いやこの早い時間帯で2点も入ったということはチームにとって非常にプラスですよね、まあ、相手は早くも焦ってきてるなっていうふうに思いますね。さあ繋がるか、大きく縦へ来た、かわす、瀬川ロングフィードで狙う、渡ります、瀬川、玉川、これをカットします、ナシル、ボール入りましたよ、このパスが抜ける、ここはキーパー処理しました。長いボールを送ります。吉川、アーチのようなパス、いいボールでしょ、自分で持っていく、シュート、惜しい、前半最初のコーナーキック、というシーンでしたがここはしのぎます。サイドのスペースを使います、どうだシュート、追加点、日本、日本3点のリード、ダメ押しゴールになるのか。北澤さん、これうまくマークを外しましたよね。そうですね、出し手のイメージ通りの場所にここぞというタイミングでもらいに行く、その動き出し、まさにこのゴールですよね。一見シンプルに見える今のシーンも実はコンマ何秒の世界で飛び出すタイミングを図ってますからね。相手ディフェンダーよりも早く反応してしまったらオフサイドになりますし、この駆け引きこそ最高に難しいですから、見事なゴールですよね。さあ日本3対0と圧倒的な強さを見せつけるゲーム運びに今日はなりました。縦へのボール、これ落ちいいですね、このボールをカットします、J
チャンスだ。三村、ここは競り勝ちます。これはファウルを取られました。柳、ヨルダ、先ほどから前線の選手がサイドで攻撃を組み立てているようにも見えるんですが、北澤さん、どうご覧になりますか？確かにそうですよね。前線の選手がサイドに流れることで、はい、中の相手選手を釣り出せますからね。フォワードがサイドに流れてきてもいいんでしょうか？まあ中に枚数がいなくなってしまうので、サイドに起点を作ってからどう攻めるかですよね。フォワードが開けたスペースに別の選手が飛び出すなど、はい、中のスペースを有効活用したいところですよね。誰がお膳立てするのかというところがポイントですね。そうですね。アーチのようなパス、上げる、シュート、カジリのセーブ。これはキーパーファインセーブです。ものすごいコントロールでしたけどもね。この難しいボールによく触りました。素晴らしいですね。いいキーパーですね。スルーパス、勝負のシーン。大きく前線に入れます。裏のスペースを狙う。サイドへ味方を走らせますが、これは合いません。大岩、危ない、来たぞ、長いボール縦へ、どうだ、このクロスには合わせる選手がいません。パスでつないで攻め込んでいきます。日本、裏のスペースへシュート、来た、日本、日本全く手を緩めません。美しくも主張するふわっとした一撃。冷静にこういった判断ができるのは素晴らしいことだと思いますけどもね。今日2点目です。ゲームの主導権を完全に手中に収めています。ここでファウルをもらいます。ヨルダ、前線にボールを送ります。ここも固い守りでボールを奪います。ニムラ、スルーパスを出す、シュート、長いボールを送ります。裏へのスルーパス、シュッ、決めた、日本、日本立て続けに得点が決まります。今のは北澤さん、うまく相手のチェックを外して随分いい位置でボール受けましたね。いや、パスの受け方、もらう位置、タイミング、シュート、今のはどれを取っても申し分ないですよね。相手キーパーの位置をしっかり把握して落ち着いて流し込んだ、いいゴールだったんじゃないでしょうかね。素晴らしいハットトリックです。さあ、日本圧倒的な強さを見せています。日本としては立て続けですからね、乗ってきてると言えるんじゃないでしょうかね。うわ、道ができましたよ。ハリム、スペースへ出す、上げる、
ここには誰もいませんでした。アルムブディウ、裏のスペースを狙う。これを奪います。前線へ、この長いボール、アリム組み立てながら攻め上がっていく。アリ気味のボール、瀬川、ここで長いホイッスル、前半終了です。カヤクコ、まさに大爆発というところです。日本大きくリードして前半を終えています。抑えたというよりもね、はい、攻め続けたことによって相手側にチャンスが生まれなかったんでしょうね、うん、この好調がね、後半も長く続くかでしょうね。なるほど、日本が大量リードで折り返します。後半見ていきましょう。玉川、ここで前を向けるか。アブドゥルラティフ、吉川、さあカウンタースピードを上げたいところ、ミドル、しのぐ。いやー、ファインセーブです。奪ってから鋭い攻撃ですよね、うん、ゴールを目指すっていうね、はい、そういった意思が感じられますよね。そうですね、日本今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね、常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。柔らかいボール、吉川、長友、二村、スルーパスを出す、チャンス抜けた、シュートレンジです。アリム、緩いボール、シュート、力強いシュートでした。奪った後に速いですよね、ゴールまでの仕掛けが。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。瀬川、このスルーパスは通りません。来た、どうだこのシュート、田尻のセーブ、ここクリアで難を逃れます。縦にボールを送ります。これはなかなかこじ開けられない、大きく縦、ここ勝負ですね。味方を走らせる、おいい形ですよ。一人で持っていくか、自分で行く、どうだ、フリーだ、コース空いた、シュート、ここでルーズボール、シュート、止めた、裏を狙っていきます、決まった、追加点、日本、日本さらに突き放します。ディフェンスの寄せにあっていたんですが、ものともせずシュートゴールでした。厳しく寄せられながらもしっかり落ち着いて打てる、うん、このフィジカルの強さがこのゴールにつながりましたよね。なるほど、これで今日4本目です。
最終ラインまでボールを下げる。ボールを上げる、収まった、フリーだ、抜けた、シュート、いやー追加点、日本日本今日は止まりません。最後はキーパーとの勝負シーン、北澤さん見事な駆け引きで勝利しましたね。いやしっかりこういう状況で決められる決定力の高さは素晴らしいですよね。特に1対1はキーパーの他にプレッシャーとの勝負でもありますからね。瞬時に相手の動きを見てコースを判断する冷静さが不可欠なんですよね。難しいゴールですよねこれはね。これがなんと今日5点目。いやこうやって追加点が決まることは、日本追加点、日本大量リード、力強いシュートゴールへと突き刺さりました。いいシュートでしたね。見ているこっちも気持ちよかったですからね。矢のようなこういいシュートでしたよね。日本としてはこう立て続けですと勢いがありますよね。相手チームメンタル面でダメージ食らったんじゃないでしょうかね。球が裏へ届くか、この位置で受ける。ヨルダンとしては先ほどから守備がマークの相手に対して一つ距離を置いて構えてますけども、背後のスペースを意識してるんでしょうね。それはスルーパスの対策ということになるんでしょうか。そうですね、浮かせたスルーパスなんかにも効果的ですよね。ただ常に相手と一定の距離を保つマークをしているのでだんだんラインが後ろに下がってしまうんですよね、はい、そうすると中盤にスペースができやすくなってしまうので、しっかりと味方の中盤がボールに寄せて起点を潰すケアが必要になってきますよね、まあ、その相互理解がないと穴が開いてしまうということですね。そうなんですよね、まあ、中盤でしっかり抑えているというのは重要だと思いますね。二村裏に味方を走らせる、シュート、奪ってから鋭い攻撃ですよね。ゴールを目指すっていうね、はい、そういった意思が感じられますよね。そうですね、ヨルダンなんとか今のシーンしのぎましたね。自分たちが攻めあぐねてるということは相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいでしょうね。そういう意味では嫌な時間帯や局面ではボールを失わないことが大切ですよね。ロングフィードで狙う、ここまでご覧になっていかがですか北澤さん。日本としては無理に行く必要はないんですよね。しっかり守ってカウンターを狙う形でいいと思いますけどもね。スルーパスを出す吉川、今日の試合でアシストを記録しています。奪い返します、瀬川、アーチのようなパス、長いボールを送ります。ここは競り勝ちます。日本はここでファウルがありました。直
接狙うにはちょっと遠いか。これはよく止めました。大岩、長友へ、一人で行く。スペース出ましたね。ガディエ、ここは競り勝ちます。アリン、ここでファウルがありました。力のこもったシュートでした。今のはさすがに遠かったんじゃないでしょうかね。上げる、打つか、チャンスになる。ここでファウルをもらいます。ヨルダン、嫌な位置です。直接狙える距離ではないでしょうか。直接まだある。裏に味方を走らせると呼んでいた。危ないところでしたが、なんとか切り抜けます。ハリム、裏を狙っていきます。大きく縦へ、裏のスペースを狙う。いい展開ですね。足元のクロス、縦へのボール、ロングフィードで狙う。瀬川、日本落ち着いて時間を使います。さあ左へ預けて、吉川、瀬川、ロングボールを入れてきます。玉川、ナシル、吉川、シュート。いやー、ファインセーブです。日本決定的なチャンスを収めることができませんでした。長いボール縦へ、右サイド上がっていきます。裏狙いましたね。シュートゲット、日本、日本どこまで点差を広げるんでしょうか。まさに職人的なシュート、アーティスティックなボールコントロール。キーパーの動きを見てどう動いてくるのか、イメージを沸かせて狙ってきましたよね。正確なタッチが要求されるシュートでしたけどもね、うまかったですね。今日2点目のゴールです。アブドゥルラティフ、ナシル、アーチのようなパス、このボールには合いません。ルーズボールになる。柳、スルーパス、裏へ抜けた、つながります。一気に縦へのアーチ、上です。9対0、日本勝ちました。大差での勝利です。さあ北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。日本としては攻撃的で非常に迫力ありましたね。素晴らしいシュートシーンも見れましたしね。はい、ありがとうございます。さあ、そろそろ放送時間も少なくなってきました。本日の試合は北澤剛さんを解説にお招きしてお送りいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。いえ、どうもありがとうございました。インターナショナルカップアジア地区予選、日本勝利して勝ち点3を手にしています。
you